じゃあ一旦公式戦出てみる？次あたり。そうだね。一応6月4週目にあるから。あ、ごめん、ちょっと他の俺が見たのと違うところ見たら、うんうん、やっぱ公式戦 S で優勝しないと三大大会は発生しないって書いてあるな。なるほどね。じゃあ6月4週目の公式戦に勝てれば、うん、9月からやっていけるんだ。9月、ね、1月、5月か。あと1年だね、目標は。うん、5歳半ぐらいになるけど、セプ。これちょっといよいよ、あんまりお願いするのも心苦しいんだけど、必要じゃない？まあ時間稼ぎは、うん、ああそっかそっか、すればね、いいんだけど、能力さえ上がってればね、うん、そうか、うん、じゃあ、当面の目標は公式戦ですね。6月、うんうん、もう予約はしたんで、この6月4週の S グレード公式戦8体総当たりだ、うん、頑張ろう。まあで、あと一応さ、能力3万1000いったんだけど、ああちょうどいいタイミングですかね。ちょうど、うん、じゃあやりますか。やっときますか。数字の1、はい、これです。はい、セプがね、ある程度育ったので、次なる闇のファームとの対戦を、うん、闇中の闇の、なんか、同じだ、ゴールデンボンバへ、同じだね。俺も知らないからさ、できたな、あいつ。これ見据えてなのかな、わかんない、絶対意識はしてないと思うんだよね。俺もそう思う。する感じだったら、うん、この育て方にはなんない。ならない。いつも同じだもんね。確かに。なんか同じステータスばっかりなんだよな。そう、意識してたら、うん、タイプは変えてくるはず。そうそうよね。動画は意識してないんですよ、うん、絶対。だから、ありものをっていうことね。そうそうそう。自分のプレイの中で生み出されたものをよこしてくれてるだけだ、ね、冷蔵庫の中に同じ系統の料理しか入ってないわけだよね。だいたい動画見てたらさすがにカネゴンエレキング送ってこないでしょ。そう、そうだよ、そうだよね。エレキングは使っても、うん、ちょっと混ざってるのは違うやつとかにするよね。そうだよね、うん、いや逆にっていうのはあるからな。わかんないね。なんかゾノなら何やってきてもおかしくない。何がおかしくないね、うん、あ、まあ尖り具合は一緒。でもあれだね、うん、同じそうね、カネゴンエレキングでも、うん、育てる人によってこんだけ変わるっていうことよね。何違うのね。ライフ丈夫さはうちのセプの方が高いですからね。特徴も方言細胞。見たよ、先方同じだね。メフィラスがトレーニングで、うん、タイラントじゃないんだね。確かに賢さ特化でメフィラスにしたんだ。タイラントなしね。でギエロン聖樹、一夜の復活、雷技威力アップ、やっぱそれつけるんだ。ギエロン聖樹好きだね、うん、それ強いよな。わかる。弱肉強食より保険っていう意味ではいいかもしれないね、うん、倒されたら終わりだからな、弱肉強食は。どうする同じだな。これさ、ちょっと技見ちゃうとネタバレがあるかなって思ってんだけど、この超必殺技とかが、俺は見てもいいんじゃないのって思うけどね。見るか。じゃあだって大会でさ、うん、エレキング族出てきたら見るし。あ、そうだね、うん、じゃあまあそれと同じ扱いでいいんじゃない、見ますか。あこれだね、これだ。あ、一緒じゃない、エレキングこれだ、触覚放電、うんうん、やっぱそれですよね。超電波、三日月光線、火炎、充電。えっ、これ知らない。これ特殊技かな。それ特殊技ですね。はあ、それね、見たことあんのよ、実はうちら。あ、そうなんだ。ベガが持ってたのよ。覚えてねー。使ってはいない、戦闘で。使われる前に倒した。うん、回復量によるな。そうなんだよね。うん、これちょっとさ、君操作で充電の威力見ない。やってみる？うん。まあ、なんか弱肉強食で十分な気はしないでもないけどね。うん、先にオートバトルで見ようぜ。そうしようか。
海岸かな。だろうな。ゴールデンボンバイもきっとキヌタ海岸でトレーニングを積んだんだろうな。まずオートでね、うん、見てみますか。まずは見てみましょう。ステータスの合計値は一緒。ゴールデンボンバイという名前に一切触れずにまあなんかもう一文字自然なのを受け止められたから。ああゴールデンボンバイか、うん、やっぱそこもセンスですよね。同じ怪獣でもね。我々、ね、はセプキンゴン V2 このゴールデンボンバイって来るわけですよ。そうだよね。これでも勝てるんじゃないか。ライフ、うん、ライフだね。大きく違うのね。そうそうそう。賢さ命中もそんなに大きな差はないから、こっちがライフに振り分けた分を、うん、まあ賢さ命中回避あたりに散らしてる感じかね。いける気はするな。頑張れセプ。うん、開始。もうどっちが強いかって言われたらセプキンゴンかなってなるな、うん。向こうにも触覚放電があるからな。さあさあさあ、ガッツダン技食らったか。まあ、最初に当てたのが大きいね。動かないな。どうした？うん？超電波ね。ガッツ弾技を食らい続けてるのが痛いな。どうするセプ？あ、エレキングこれだ。あー、あー強そう。避けた。あ、避けた。あ、避けたな。よく分かんなかった。電撃ミントやった。あ、強い強い。おお、あ、上手さ低いからね。低いから。どうすんだ、うん、どうする、これだ、行くか、これだ、行くか、行け、行け、行けー、触覚放電でいいぞ。打て、触覚放電どんどん打てば勝てるよ。もうガッツ溜まってる、溜まってる、溜まってる、いけるいける、行け、来た、これだー。あ、避けてる、これ当たってないね。避けてるね、これは。あーあちょっと攻撃回数の差がな。そうだな。だなんで打たないんだよ。めちゃくちゃ当たったね。勝てるのにな。そう。触覚放電でな。超電波2発食らったのもあるけど。うん、まあオートバトルだからね。そうだね。もどかしいね、ちょっと。じゃあちょっと見てみますか。そうだね。充電の威力が見たいな。ああ、うん。これで。円ですかね。充電してみます。どうか。 100% で、低いね。いやーこれガッツ20消費して、これはあんまり、うん、体力に対しての割合なのかな。 5% 回復とか。そうね、そうかもしれない、うん、元が低いからな、ね、ゴールデンボンバイは。セプキンゴンだったら300ぐらい回復するのかもしれないけどね、うん。あ、強いわこれ。ダメージいくつ？強いぞこれだ。強いな。これは打ちたかった。うんうん、まあ覚えなくていいかな、充電。そうだね、うん、多分 5% 回復な気がすんだよね、うん、あの数値見るに。あれに消費ガッツ20使うのであれば、うん、触覚放電で弱肉強食狙った方がね。触覚放電一発打てるからな、20あれば。まあでも学びを得ましたね、うん、有用な時間だった、うん、これで修行を1回ね節約できるから、うん、ありがとうございました。さあ S ランク公式戦、一応能力ここまでは伸びたね。上がったね。上がったよ。うん、もう賢さがカンスト近いんで。そうなんだよね。海岸行かなくなったもんね、うん、賢さが一番伸びるトレーニングはもうちょっと避けつつね、うん、そうそう、他のライフ命中回避を伸ばしていく方向にシフトしだしています、うん、まあいけるんじゃないですか。いけると思うんだよね、うん。まあ、基本は変わらず触覚放電の隙あらばエレキングコレダーを叩き込むスタイルで、うん、結構、ね、いやステータス高くても力も賢さも両方上げてますっていうタイプが多いからね。もう名実ともに最強を決める一戦、うん、これね、恐竜8体の総当たり戦なんですよね。大変だね。長いね。ドリーム、うん、みんな名前が強そうだったな。そうだね。アサシンとか
た。みんな英単語一文字って感じだな。ああ。はあ。すごい綺麗に育てた。雑。うん。S、うん、こんなもんで A やろうか。最初だし。うん。なるほどね。5歳5ヶ月か。テレスドン、ドリーム。ガッツ人だ。ほんとだ。ああ、相手のガッツが下がる。はいはいはい。に、ガッツが一定値以下なら賢さも下げる。で、ガッツダメージ受けると、相手のガッツをダウン、うん。ガッツを下げて賢さも下げようとしてくるな。ちょっとエレキングコレダーの命中率見つつ触覚放電メインの立ち回りかな。そうだね、あのステータスだったら多分ワンパンはされないんで、まあ近接中心に、バランスいいなという評価しか出てこないね。バランスがいいってこのゲームにおいては褒め言葉ではないんじゃないかな。そうだね、やっぱ尖った方がいいよね。自由らし、自由らし。おお、いいね、いいね、いいね。50% ぐらいの、大体避けてくれるんだよ、ね。おお、かっけえな、ドリルクラッシュ。ドリルクラッシュ強そう。コレダー 65% だって、打ってみるか。あ、初加工で見ました。これもう、エレキングコレダー一発で終わるんじゃないか。エレキングコレダー強い。そりゃそうよ、賢さ8900とかだもんね。そうだね、そりゃそうよ、強っ。これ相手体力カンストしてても2発で倒せるじゃん。相手防御力6000近くあったんだよ。うーん、強いね、強いね。短期決戦狙えるようになったな、これで。アサシン強そう。え、ゼットンエースキラーだね、あれ。ゼットンエースキラーだな、絶対強いやつだ。うん、隠しと隠しの合体じゃないか。ポチ。ちょっとなんか雑くない？わかる。カラフル、ガチ鎧。ガチ鎧。なんか下の方のランクで絞り切っちゃったのかね、名前は。ペンタゴン。まあこれぐらいのねランクになってくると、出てくるブリーダーたちもね、何体も作ってるでしょうしね。そうだね。うん、そんななんか思いを詰め込んだ感じの名前にはもうならないのかな。あ、我々詰め込んでますもんね。そうだよ。少数精鋭できてますから、こっちはね。あ、ゲロン聖書だ。いろんな意味が重なってるから、セプキンゴンに。放電、うん、体内吸収。ああ、はあ、ガッツダウンもあるな。回復でかいな。なるほど、なんか強くない？やらしい、ね、吸収、うん、吸収強い ね体力回復、ガッツダウン、威力もそこそこ。あー、またあー、またか、やるね。いや、しかしこちらも次弱肉強食発動するからね、ガッツもあるし。これ弱肉強食だ。あ、超電波なっちゃった。あ、まあ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 、まあ、当たってるからね、うんうんうん、はい、これした、うん、とどめのこれだ。俺が行く。いやー、あー、あー、そうか、政治はあるんだ。結構みんなつけてんな。エレキンコレダ強いな。あの、ちょ、また、まあまあまあ、終わりか。うん。うん。でも安定してますね。そうだね。ちょっと、相手の体内吸収がいやらしかったけど。あれ、自分で使えたら強いね。ね。回復は強いよな。強い。うちもね、弱肉強食に今までどれだけ助けられてきたか。うそうね、あの充電みたいにただ回復するだけだ。あれ、アサシン負けたぞ。アサシン。カラフルが一番強いのかも。カラフルとブラッドが今のところ2勝だね。確かにカラフル強そうね。うん、バルタンだし、メトロンバルタンか。メトロンバルタンかな。ブラッドノーバセブンかな。あ、色合いなんか洗脳された感すごいな。そうだね、うん、ステータスは力振ってますね。お腹のあの顔が本体なの。そうだろうね、暗黒大将軍的なね。これ隣接が鉄拳パンチしかないから、エレキングコレダーで立ち回ってもいいけどね、ライフ低いし。なるほど、コレダー一発でいけるかもね、うん、俺もそう思うんだよね。
いい技覚えたな。うん。必殺技っていうのもいいしね。俺はちょっと一発食らうまでコレダ狙ってみようかな。もうちょっと消費ガッツが ね軽ければね。37あるからな。で大幅ガッツダウンとかまでついてると強いんだけど贅沢。それは強い。あ強い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 。これ2発やられんな。触覚放電だだって触覚放電2発で終わるんだもの。強い、うん、強い。ああ強い。あ触覚放電だな。そうだねコレダ打つ距離まで近寄れなかったっていうのもあるんだけど、いや俺もうずっと最後まで触覚放電で行くと思ってたんだけど、ここに来てコレダという強い技が手に入るとはねっていう準備をしてたんだよ言えませんでしたわ。まあその準備したコメントが役に立たないなんていうのは往々にありますからねそうですね。いやー勝てるなー。てか四大大会もいけるっしょ。いけそうだよね。四大大会はさすがにでもジエンドレベルの怪獣たちが並ぶじゃない。今の状態で出ても勝てる気がする。4代じゃないや、3代ね。3代ね。アサシンまた負けたぞ。アサシン見た目あんなかっこいいのにな。ちょっとその隠しと隠し組み合わせて弱いやつにしないでほしい。ああ、ポチか、まあ。とりあえずこれに勝てば優勝決定、うん、優勝決定戦まではいけるかな。カラフルがまだいっぱいなんで。ポチも。普通だね。割と平均的なステータスのやつらが多いな、うん、あこれじゃない。必殺技もう一つそれっぽいな。なんかエレキングコレダーとさあれも一緒よ、エフェクトというか。本当だ、うん、はあ遠距離か。遠距離だね。今まで火炎しかなかったからな遠距離。消費ガッツ46、うん、ただ全てにおいてエレキングコレダを下回ってるんだけど。そうだね消費ガッツダメージが一緒なだけで正直、うん、すぐ触覚放電に行きたいじゃない。うん、わかるうん、それだけでも円は割と選択肢から外れるとこあるんだよ、ね。うん、エレキングコレダのいいとこは触覚放電の隣にあるっていうところだよね。うん、別に覚えなくてもいいかなっていう感じはしますね。そうね、それだけ見るとね。あら移動速度アップしちゃった。ガッツ貯めて。おお強い。やっぱもらっちゃうとあれだな。ちょっと待って。あやばいやばいやばい。やばい危ねえ。よく避けた。いやちょっとっか、うん、相手の移動速度が上がってるから。ナイス。怖かった今。怖かったねー。うん、俺ちょっとあとこっちが相手の体力を削ったことによって移動速度が上がっちゃって相手の、うん、離れられなかった。そうね、ちょっと、うん、危なかった、ね、強くはあるんだけどセプ、うん、負け筋はしっかりまだある感じ、ね、あるね。なんかハマれば強い字でいく感じよね、うん、アサシンアサシンあんな見た目かっこいいのにな。ああもうカラフルも優勝決定したね、うん、なるほど。カラフル2敗だから、うん、ここでアサシンに負けてもセプが優勝ですね。さっきのポチとの戦いが事実上の決勝戦だったわけだな、うん、やっぱエレキングだよ。アサシン、アサシンめっちゃ強そうなのにな。ちょっとお腹痛そうだし、うん、なんかもう調子悪そうだ。35,000回避が低いんだ。回避とライフ両方低いわ ね、それは負けるわ。やんちゃなんだけど。あ、ね、あ先兵2つ付け。ああなるほどね。3連続で技ダメージを与えると力と命中アップ。なるほど、うん、3連続までいけずに負けてきたのかな、うん、削られ負けてるんだろうな。キラースラッシュエメリウム光線これ強いね。命中 A ダメージ B 強いね、うん。おスペシウム光線もある。へかっけえ。ボソって今言いましたね。かっけえ。打ちたくない？打ちたいね。なるほどね。なるほどね。まあ、てか触覚放電2発当てて終わる気がするんだが。終わるね。うん。
こいいんだけどな。かっこいいんだよね。なんか素のエースキラーより好きかも俺。うん、めちゃめちゃかっこいいっすね、うん、ただステータスが命中8300が強いけどな。なんかね、正統派の悪役の香りはするんだけどな、うん、見た目が3000台はもうちょっと低いなと思っちゃうもんね。わ、うん、かる。だって99%だもん、ね。うん、3発で終わるの。これクリティカルなら終わるんじゃない？あ、終わんないか。まあまあまあ。キラースラッシュか。お、威圧！威圧！なんだっけこれ。あ、ガッツダウン。ガッツダウンか。なんか撃たれちゃうかな。あ、威圧だ。これめんどくさいね。めんどくさいね。あと一発なんだけどな。あ、キラースラッシュ。あ、これで。うん、そうだな、うん。そうだよね。威圧で延命はさせられたけど。危なげないね。ない。かろうじて、まあ、何回かあったけどね、ポチかな。危ないシーンはね。ポチの放電、締め付け放電か。あれを避けてなかったらはあったけど、そこだけだね。うん、でもね、なんだかんだ回避上げてるから 50% ぐらいにね、うん、なってるわけで、そうだね、敵の命中も、うん、間違ってないよ、うちの育成は、うん、なんか奇跡的に勝てたなっていう感じは全然しない。全然、うん、安定して勝ちました、うん、これはいけるな。まさか最初ね、この対戦表見た時ポチがターニングポイントになろうとは。そうだね。いや俺は意外にポチかなって思った。いや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 、もうアサシンのボス感すごかったからそうだな。名前といい怪獣といい。ナイスナイス。 S 全勝だよ。 S グレード全勝ですね、うん、賢さも9000超えたし、っていうかしばらく負けてないよ確かに、うん、C か D ぐらいで何敗かしたけど、やっぱ弱肉強食覚えてからですよね。うん、それ今んとこグリーザは一度も生きてないけどね。まあまあまあそれが最後に生きてくるんだよ、きっと。確かにグリーザ発動からのエレキングコレダーで終わったら、うん、かっこいいよね。そうだね、今言っちゃったからそれ怒らないんだろうなって。言っちゃダメなのよ。いやいや、思ってても。なるほどね。おセップが変なものを見たって言ってるよ。変なもの？何もない空中に黒い穴が開いてた。これも隠し怪獣かな。なんだろう、ブラックホール系の何か。筋肉マンだね。あ、しばらくしたら消えちゃったんだって。あ、何なんだろう。お、教会から。あ、そっか、まあ、公式戦をね、7段か、うん、7段に昇格。名人への道か。で、三大大会制覇で名人か。なるほどね。あ、セップすまんな。なんか、めっちゃ来てる。いっぱい来てる。ちょっと待って、まず7段。うん。貴殿を7段に認定。コルトさんから怖いもの。うん、怖いものといえば夏の怪談と怪獣の暴走。わかる。もしかして夏に怪獣を暴走させると何か起こるとか、これ。ああ、なんかあんのかな。なんかありそうじゃない。で、上が光の巨人と怪獣もなんかめちゃくちゃ意味深じゃない。ただ割と無意味な手紙も多いからな、ライバルたちの手紙。どっちだろうね、うん、サントさん、あ、かつて光の巨人に強い恨みを持つ怪獣もいたらしい。光の巨人の特徴を持つ怪獣を育てていたら、そやつに出会うやもしれん。はぁ。はぁ。これ特徴ってあのクッキーのことよね。そうだね。セップは持ってない。持ってないかな。あ、全セップは持ってたけど。うん。これなんだろうね。光の巨人に強い恨みを持つ怪獣。大体持ってる気がするけどね、怪獣だからね。うん、ね。まあ、種類で言ったらタイラントとかじゃない？怪獣墓場。ああ、そっか、タイラントも。いるよね。いるよね。うん。なるほど。尽きぬ怨念って言ってるもんね。そうそうそう。うん、こんな感じしますね。うん。まあ、何にせよ休むけどな。